はい、こんにちは。今日は九州大学の問題です。問題はこちらです。括弧1 y イコール x ログ x の2乗分の1は x が1より大きい範囲で単調減少することを示せと。括弧2はこの不定積分を求めよと。括弧3はこの不等式を示せという問題ですね。まあ、とりあえず括弧1からやっていきましょう。これが単調減少するってことは微分してそれが負になるということを示せれば OK ですね。で、微分すると分母の2乗ですのでこうなって、でこれがマイナスですね。マイナスの分母の微分ですので、つまり x ログ x のこれの2乗の微分がこれ上に来るわけですね。でこれ計算すると x を微分すると1ですので、ログ x の2乗プラス x かけるログ x 2乗の微分ですので2が前に出て、で、ログ x でログ x を微分すると x 分の1、x が消えて、2ログ x。こうなりますね。これ足す2ログ x と。で、これログ x の4乗段あるんで、ログ x で分母分子割ると、ここが1個消えて3個になるよと。で、ここが1個消えてログ x。で、このログ x が消えるので、ログ x プラス2となるよと。こうなりますよね。で、今、x が1より大きい範囲で、ですので、1より大きければ、ログ x っていうのは正になりますよね。ログ x 正ですので、これ分母は全部正になるよと。分子も全部正になるよ。で、ここにマイナスがあるんで、これで0より下だと。これで負が示せたので、x が1より大きい範囲で単調減少ということが言えました。これでおしまいですね。で続いて、括弧2です。括弧2はこれを計算せよということですね。x、ログ x の2乗分の1。これを求めようってことなんですけれども、これは、x 分の1と、ログ x の2乗分の1と、こう分けて考えて、x 分の1っていうのは、これは、ログ x を微分すると x 分の1ですね。ですので、これっていうのは、ログ x の2乗分の、ログ x の微分と、こういう形になってるわけですね。で、これをどう処理しようかってことなんですが、これ分母の2乗になっているので、ログ x 分の1を微分すると。これを考えましょう。これ微分すると分母の2乗分の何とかって形になりますよね。ですので、これが出てくるなぁと。ということで、これを微分して、この形にならないかなって見てみると、これ微分すると、ログ x の2乗分のマイナスのログ x を微分したものが出てきますよ。つまり、この形が出てくるよと。ということで、つまり、この部分っていうのは、これマイナスをかけて、これプラスにするとこうなりますよね。ということで、これだと。つまり、これですね。だから、これをこれに置き換えることができて、これっていうのは、マイナスのインテグラルのログ x 分の1の微分の dx と。こうなるので、結局これは微分と積分だから、両方外れて、マイナスのログ x 分の1と。で、これ不定積分なので、プラス c と。定数をつけておけば、積分定数ですね。これで OK かなというふうに思います。続いて、括弧3です。括弧3は、n が3以上の整数で、これを示せということなんですけれども、ここの部分っていうのは、これですよね。k を、x を k に変えたのがこれだと。この x の部分に、つまり3から n まで順々に値を代入していくよと。それを全部足したものってことですね。じゃあ、これのグラフを考えましょうと。これのグラフどうなるかっていうと、括弧1からこれは単調減少だと。1より大きい範囲で。単調減少ですので、1っていうところで終わって、今これ、1に近づけると、x をプラスの方から1に近づけると、これログ1になるから0になりますよね。0に近づくよと。ということで、0分の x って形なんで、これ無限大に近づくわけです。プラスの方向から0に近づけると、これはどんどん無限大にこう近づいていくと。で、x を無限大に近づけると、これは無限大分の1だから0になりますね。だからこんな感じになるんじゃないだろうかと。でこんなグラフになるよと。x が1より大きい範囲でですね。で、これに k が3から n まで入れていくので、1,2,3 と、ここからスタートして、3から n まで入れたとき、3のときがこの値ですね。
で、今これが y イコール x、ログ x の2乗分の1ですね。で、4の時がここの面積ですね。っていう風にやってって、ここが n の時の面積。つまり、この、シグマを取ったこの部分っていうのは、この面積になるわけですね。ここの面積ずっと足してって、ここまでの面積ですよと。で、これっていうのが上から押さえたいよと。上、これよりは小さいよということを示したいので、上から押さえたいということで、これより大きい範囲の部分の面積を取ってくれば OK と。ということで、上、これより大きい範囲はここですね。これで評価してあげると、ここの部分。そうすると、これは2から n までの、これの積分と。いうふうにすることができますよ。つまり、k が3から n までの、k、ログ k の2乗分の1。これっていうのは、2から n までの x、ログ x の2乗分の1。これより ちっちゃいよ、ということが、この面積評価で示すことができて、あとはこれを計算しましょうと。で、これは括弧2のこれですね。積分でこれなったよと。ですので、これに、マイナスログ x 分の1ですので、2から n まで。これ代入すると、マイナスログ n 分の1、足すログ2分の1ということで、ログ2分の1が出てきましたよと。で、これよりちっちゃいよが言えますよと。で、これログ2分の1からちょっと引いてるよってことですね。ちょっと引いたものより小さいよですので、これをさらにこれより大きいものを用意すればいい。OK。つまり、ログ2分の1っていうのはこれより大きいので、これでこれがログ2分の1より小さいよということが示せましたよと。ということで、これでおしまいですね。はい、以上になります。ありがとうございました。